北海道のとある場所に夢の国がありました。豊かな大自然を眺めつつ奥に進むと、まもなく夢の国です。どこかで見たキャラクター、ただ似ているだけかと思いましたが、公園の案内図を見ると思いっきりミッキーマウスって書いてありました。つまりディズニーランドのここみたいなものですね。こちらの公園は入園料は無料ですが、アトラクションに乗るためにチケットが必要なので、センターハウスでチケットを買います。中はこんな感じで、コロナ禍前は休憩スペースだったと思われます。乗り物は100円から300円、1000円のチケットを買うと100円チケットが11枚つづりでお得です。早速アトラクションに乗ってみましょう。汽車に乗ってみます。小人さんたちが迎えてくれます。小人さんと一緒に乗ることもできます。汽車が通るときはちゃんと踏切が閉まります。子供も分かりやすい停止位置がおしゃれです。なんとこちらには隠れミッキー的なやつがありました。スタッフの方の遊び心が伝わってきます。ここにはふわふわくまさんがいたのですが、接触が避けられないアトラクションのため現在休止中です。ちなみに黄色ではない普通のクマです。次のアトラクションはスカイダンボ。私の知っているダンボとは違うダンボでした。絵にはミッキーマウスが乗っています。アトラクションのベストセラーのようです。スーパーダンボという名前だそうです。こちらではくるくるゾウさんという名前だそうです。スカイエレファントという名前で活躍中です。のようなタイプもあるみたいです。2013年に廃止されたようです。ダンディーダンボと名乗っていたようです。こちらの遊園地にはもっとすごいのがありました。嬉しいな、お客さんだ。ゴーカートは548メートルのロングコースです。世界一景色の良いゴーカートです。
水飲み場も夢の国を感じさせるデザインです。ハイスクリュータワーという意外に高さがあり恐ろしい乗り物です。上にいるのはミッキーではなく音楽隊みたいな人たちです。活発な子供が喜ぶ遊具もあります。この公園は何度も来たことがありますが、いつもそこそこ混雑していて、実はかなり人気のあるスポットです。そして遊園地の奥へ進むと吊り橋があります。かなり立派な橋です。高いところは苦手ですが頑張って渡ります。下から見るとその高さが分かります。橋を渡った先には謎の石碑。そしてキャンプ場。キャンプ場というか野営地って感じです。立派な炊事場。こちらは少し斜めなのでテントは張れないかな。車は入ってきて良さそうですね。ちなみにこの日はここに泊まりました。キャンプ場よりさらに上に登るとなんか神々しい場所があります。景色もバッチリです。というわけでいろいろ楽しめる北海道のとある夢の国のご紹介でした。今回の動画はいかがでしたか？チャンネル登録と高評価お願いします。またねー。